ちは、タナチャンネルです。キャスターの永山秀樹です。大家好，立体交流频道现在开始了，我是永山英树。今天举起人协会机，因为有工作的关系不能出来，所以今天只用日语进行。台湾朋友们，请见谅。本日しかの社会さんお休みですので、日本語だけで番組を進めたいと思います。そして、今回もゲストとしまして、在日台湾同協会前会長の大正英先生にお越しいただきました。大先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまず最初なんですけれども、この韓国では5月の10日にですね、このインシャクエツ新大統領の就任式典が行われまして、で我が国からは林外相が出席したんですね。で、まあ、中国からは王岐山副主席が言ってるんですけども ね、じゃあ台湾はというと、台湾招かれなかったというんですね。はい、当初台湾側はですね、まあ、武漢ウイルスの感染もあるんで、まあ、その代表団派遣せず、で韓国駐在の代表ですね、まあ、大使ですよね、大使に出席させようと思っていたそうなんですけども、招待なかったというんですね。残念というかね、まあ、うん、まあただですね、この、招待しなかったのはこの新政権じゃなくてですね、旧政権の方、前政権の方なんですよね。文在寅政権ですね、はい、まあ、だからまあしょうがないといえばしょうがないかもしれないですけど、ね、まあ、親中派ですね。はい、そうですね、はい、だから今回のこのイン大統領、まあ、今後そのアメリカそして日本との関係を深めていくというんでですね、まあ、この台湾と関係は進化していくんじゃないかという、まあ、期待も持たれているわけなんですけどね、うん、そうですね、はい、韓国はですね、今まで例えば2008年の李明博大統領の就任式典の時はですね、覚えていらっしゃいますか、当時この国会議長だった王金平さんとですね、うん、国家安全会議の秘書長の陳東山さんがですね、この特使として出席しようとしたんだけども、ソウルに着いたんですけども、その後中国の圧力があって、出席できなかったっていう屈辱事件がありましたね。ちょっと情けないですね。それで2013年の朴槿恵大統領の時はですね、目当たらないように、まあ、王金平さんたちが、まあ、その国会議員団連れて参加したということ、うん、それから、2017年の文在寅大統領の時はですね、参加しなかったというんですね、うん、はい、で今回は、呼ばれなかったということなんですよね、それぐらい、韓国ではやっぱりこの中国への、そうですね、やはり韓国は中国やはり、うん、そうですね、だから怖がってるようですね、うん、で今回王岐山副主席が来てるでしょう、うん、だから台湾は代表団呼ばれるわけないよという、そういった指摘もあるんですけどもね、うん、ただ本当に今後ですね、この新政権、台湾とどう交流していくか、もちろんこの、ね、日米同盟との関係を深めていくというんであればですね、当然、台湾との関係もやっぱりこう、そうですね、姿勢を変えざるを得なくなるんじゃないかと、そうなるべきでしょうね、はい、うん、そういうことで、そういう意味ではですね、日本側としてもアメリカ側としても、その韓国と台湾の関係どういうふうになっていくのか、これ要するに中国、韓国の新政権中国を怖がるか怖がらないかという一つのバロメーターですよね、うん、台湾とどう付き合うかというのはですね、うん、はい、そういうわけでですね、ちょっと注目していきたいなと思います、はいはい、それから次なんですけどね、先日この沖縄の玉城デニー県知事がですね、これは5月の9日ですか、沖縄の日本復帰から、この50年まもなく迎えるというので、うん、それに先立って報道各社のインタビューに応じているんですね。でそこでですね、今この、台湾有事は日本有事だと、そんなこの発言も飛び出すような、状況、飛び出すようなというか、そういった認識が今広がっている中でですね、その件についてこういうふうにおっしゃっているんです、要するにその台湾有事とかですね、その米中衝突、そういった可能性についてですね、こういうんですよね、問題がエスカレートし沖縄が攻撃目標となるような不測の事態が生じることは絶対にあってはならないというわけなんですね。要するにその米軍基地があるから中国はですね、その台湾を攻撃する侵攻する際にその台湾を支援するであろう米国を攻撃するために沖縄を襲うだろうということですよね。それからもちろんその自衛隊もこのターゲットになるだろうと、これおかしいですね、うん、そのヤクザがこっちを叩くのは本当はいけないから、はい、相手がおかしいんだみたいなかな、そうですよ ね、はい、本当におかしいですね、そう、それだったら中国にやめなさいと、そうですね、中国にちゃんと言えばいいんですよ、はい、その武力使わないでくださいと、
でこの玉城知事は さらにですね、うん、この、まあ、政府が南西諸島の防衛強化の一環として、まあ、台湾に近いこの宮古島とかですね、うん、それからその与那国とかですね、そういうところに、まあ、自衛隊の駐屯地を置いていたり、まあ、今石垣の方でもですね、うん、そういったことを進めているわけですけども、そういったことについてこういうふうにですよね、今批判しているんですよね。そうですね、配備ありき、計画ありきではなく、十分な説明と理解がなければ地域住民の反発は免れない。十分な説明とあくまでも専守防衛のための必要最小限度の整備であることに徹してもらいたいというんです。要するにですね、この、政府はこの中国を刺激しようとしてんじゃないのと、うんうん、自衛隊なんか置いちゃってと、それよりも そんなことしたら住民が不安でしょうがないよと、ちゃんと住民に説明してるのかって、もちろんしてるわけなんだけど、ね、説明はしよう。私その不安を煽るのは中国ですよね。そうですね、中国が侵攻するということを隠さないから、はい、ちゃんとこっち防衛しなきゃダメなんで、そのちょっと理論的に反対ですよね、うん、逆ですね、はい、発想がね、うん、米軍が沖縄にいるから、あるいはその自衛隊が沖縄で、まあ、この増強されてるから、この中国のターゲットになるんじゃなくて、うん、そもそも中国がこの台湾だけじゃなくて台湾の周辺の沖縄の島々は、うん、まあ、主ですね、そうですね、攻略目標に、うん、しつつあると、そういったた状況を受けて初めて今このアメリカも日本もこの南西諸島の防衛強化に、を図っているわけなんですね。そうですね、はい、それどういうことかということはですね、この事例を見れば分かると思うんですね。これ12日の、産経新聞なんですけどね、ちょっとこんなニュースあるんですね、中国空母8日連続で発着艦、これはですね、もう5月3日から、連続8日連続でですね、中国のこの、まあ、空母艦隊がですね今、この石垣島の、南側の海域でですね、発着訓練やってるんですね、うん、これはまあ、石垣島の南の海南方海域と言いますけども、それは同時に台湾の東側の海域とも言えるんですね。そうですね、台湾侵攻の準備ですよね、はい、そうですね、はい、うん、そこでこのもう連日この訓練をしているということなんですよね、うん、これはということは話でねやめるものじゃないよな、話し合いで、ね、そうやめてください、話で できないんですからね。そう、知事はですね、うん、以前もこういうこと言ってましたよね、この軍備よりもね、その話し合いで中国と、うん、ね、平和的なね、確かにそうですね、相手が話し合いは理解できるものじゃないから、どうしようもないよな、向こうはとにかく台湾を、うん、取らなきゃいけない、まあ、それをね、うん、国家的目標に掲げてるわけでしてね、そのこれはやめろと言ってもやめないんですね。やめないですね、はい、やめない、だから困る、しょうがないもんね、こちら、はい、これ5月11日防衛省の統合幕僚部が、まあ、ツイートしたものなんですね。その写真をお借りしました、うん、まあ、これですよね、空母遼寧から、まあ、このスキージャンプ、うん、式のですね、この空母からですね戦闘機飛び交ってますね、こういった訓練を今8日連続繰り返してるって言うんですね、うん、まあ、8日って、まあ、今日は12日なんですけどね、はい、それで、まあ、ちょうどここだって言うんですよね、うん、はい、この石垣の南方でこの台湾の東方ですね、ここですよね、ここでやってるんです。でこれ十字砲の報道なんですけどね、ちょっとこのここに書いてありますね、西太平洋での軍事演習で遼寧、空母遼寧が石垣島のわずか160キロ南で、演習を進めてますよという。そしてこの地図を見てください。まずここ5月1日東シナ海を通過しまして、そしてこの宮古海峡を抜け、5月3日から、ここで訓練を始めている。で徐々にこのように台湾に近づいてきているわけですね。で、この5月の6日から8日まで、まあおそらく今もこの辺ですね、今12日ですけどね、まあ、5月11日現在もここにいたということになってますね。あ、そういう報道ですね、うん、はい、そしてですね、ここから、まあ、今問題になっているのが中国軍機がこの辺りの台湾の防空識別圏に侵入して、まあ、侵入を繰り返しているわけですけども、このように侵入して このまま台湾の東側に来て、でこの、この空母艦隊 の, の
から飛び立つ、航空機と一緒に訓練してるって言うんですね。ということは、うん、この台湾を攻略するとき中国軍はこちら側からとこちら側の2方面から攻めるんだ、そういうことを想定した訓練を進めてるんだろうと。それからもう一つはこの海域でやるというのはですね、もちろんその米軍の、まあ、その台湾有事のとき米軍が救援に行くわけですけども、それの、この阻止するのはこの海域じゃないかと、いう、そういうことを想定して訓練してるんだろうと、まあ、見られているわけですね。で、あの今まで台湾というとですね、うん、まあ、あの今対中国の場合、このまあその最前線だったのは西側だと言われてたんですよね。そうですね、はい、で東側はまあ後方地帯としてですね、西から西の中国はこの台湾の、あ、ごめんなさい、あ、そう、西、台湾の西海岸のところから上陸するだろうと言われたんですけども、今はですねどうもこの前線となるのは東側じゃないかというふうに見られていて、あのいうことなんですよね。まあ、例えばこれ十字砲に乗っていたんですけどね、うん、これは、そういうわけで今あの向こうの国防省、台湾の国防省はですね、こんなことを言ってましたね、これ F-16V ですね、これからあのアメリカからこの購入するんですが、まあ、66機購入の予定なんですけどね、全部東側にこれから配備すると、台東の基地ですね。そうですね、はい、それからあの台湾開発した空母キラーと言われている U-3 型の対艦ミサイルも置くと、東側に置くと。それからやはりこのアメリカから購入するあの対艦ミサイルハーブーンですね、ハーブーンの沿岸防衛システムも東側に配備すると、いう方向だそうです。というようにですね、台湾で非常にこの緊張を高めているわけなんですが、ところがお隣の沖縄ではですね、まだその県知事はですね、うん、ま、なんかこう愚かなことを言ってるわけですね。そうですね、はい、繰り返しますけどもですね、ここに自衛隊がいてもいなくても米軍がいてもいなくても台湾は、中国は台湾を取るためにここを通過するんです。そして、この台湾に近い島々、今その自衛隊を配備したということでその知事さん怒ってますけども、こういった島々も攻略する一つのね、攻略拠点、攻略する目標になってるわけなんですよ。ならざるを、なる可能性極めて高いんです。そうですね、はい、そうですね。でもそれを許さないために自衛隊を配備しているんですね。あるいは米軍と日本がですね、まあ、一緒になってこの共同作戦を今練ってるわけなんですね。これいかに防ぐかと、そのようにして初めて中国は台湾攻略をためらうわけなんです。もしそういった日本側のその防衛姿勢の強化がなければ、中国は安心して台湾を攻撃する可能性があるんです。そうなりますと、その時に日本のその島々も攻められる可能性が高いんですね。だから自衛隊がいるか米軍がいるから安泰なんだと、沖縄は安泰なんだと、そうですね、考えなきゃいけない。自衛隊いるか中国に来るじゃないですよね。はい、中国人が来るだから自衛隊置かなきゃダメなんですよ。そうそう、自衛隊があるから在沖縄の米軍がいるから中国は攻めにくいということなんですよね、うん、はい、そういったことをですね、沖縄県知事、沖縄の県民の皆さんにはしっかり認識してもらわないとですね、できたら中国と話し合ってほしいですね、うんうん、なんかこう中国を相手は分かんないんですかね、喜ばそうとしてるんじゃないかと。そうですね、うん、はい、ということですね、うん、はい、はい、そういうわけでですね、まあ、沖縄この本土復帰、まあ、50年ということなんですけどね、うん、まあ、これからしばらくの間その米軍基地問題、まあ、要するにマイナスイメージで、まあ、捉えたそういった報道っていうのが随分これが転化されるもうされつつあるんですけどね、うん、まあ、これを機にですね、逆にこの 在日米軍が果たす役割、あるいはこの南西諸島で、まあ、増強される自衛隊が果たす期待されるこの役割というものをみんな考えるべきじゃないかと。非常に大事と思いますね、はい、本当に台湾有事は日本有事になるということですね、うん、はい、はい、それでは次なんですけれども、この岸田首相がですね、この5月の5日にですね、まあ、イギリス、まあ、訪問先のイギリスで記者会見を行いましてですね、うん、まあ、ここにも大きく載ってるんですよね、うん、岸田さん、外遊して台湾海峡への、まあ、この関心を示していると大きく載ってますね、はい、それで、このイギリスでの記者会見でですね、うん、まあ、要するにその、
ロシアによる現状変更の試みを非難したんですけどね、うん、まあ、その時ですね、やはりこの中国の台湾侵攻をやっぱり念頭にして、もう念頭しつつそういうふうに言ったらしいんです。でこう発言したんですよね。まあ、この発言が非常に中国を刺激しちゃってるわけなんですけどね、うん、なぜ中国がこれに起こるのか、それをちょっと考えてみたいと思いましてですね、ちょっとこれ紹介します。まあ、岸田さん、ウクライナは明日の東アジアかもしれないという危機感を背景に対ロシア政策を転換し、制裁など毅然とした対応をしていると言ってるんですね。まあ、要するにその日本はですね、まあ、あのなんて言うんでしょう、今まで結構ね、この安全保障の問題とかね、あのおとなしめだったんですけど ね、 そうですね、うん、今このウクライナの問題では、うん、結構こう前面に立ってですね、そうですね、相手側も、うん、あの、はい、要するにその話し合いできない相手というのが分かったんでしょうね、うん、それから、うん、もう一つはやっぱりその EU に対してですね、うん、まあ、むしろアメリカと一緒にこの EU に対してもっとね、制裁しようと、なんていうんだろう、制裁を呼びかけるような姿勢を示している。それはなぜかというと、うん、将来起こるであるあろうその台湾侵攻、うん、その時今度は日本がその他の国にですね、助けを求めなきゃいけないわけですからね。だからその今、まあ、強いところを見せてるわけですね。まあ、将来は皆さんあの台湾問題で強いところを見せてくださいよということですね、はい、そういうのもあるらしいんですね。で、まあ、そういうわけでそういった毅然とした対応を取っていると。さらにこう付け加えるんです。台湾をめぐる問題が台湾により平和的に解決されることを期待する。まあ、これはいつも日本のセリフなんですね。そうですね、はい、うん、そう、まあ、こういうふうに、ね、平和的に解決することを期待しますよと、これは中国でリップサービスなんです。要するにできないだからこういうこと言ってるんだよね。それもあるけど、うん、まあ、もう一つ、その日本としましてはその中国さんを怒らす気ありませんよ、平和的にやってくださいよというですね、うん、中国を攻める気ありません、攻撃する気ありませんからという、まあ、そういった中国をなだめるような部分もあるんですけどね。そしたらこれでも中国怒っちゃうんですね、うん、これ外務省報道官はですね、ちょっと言いますね、日本は外交でよく中国の脅威を宣伝するが、それは自国の軍拡の効率探しだというんですね。何を言ってるのかと、うん、要するにその自分たちが 軍備拡張をやりたいから中国は脅威だ脅威だと、そういうふうに言ってるだけだっていうのが向こうの言い分なんですけどね、はい、ちょっと続けます。日本側の言動には断固反対する。台湾は中国の不可分の領土の一部で、台湾問題は完全なる中国の内政というんですよね。そして、うーん、ウクライナ情勢とは完全に異なると、これも最近よく繰り返し言ってますよね、うん、そう、ロシアがウクライナ侵略しました、同じように中国も台湾侵略するぞって、この世界中が思う。それで、そうなると、中国は台湾侵攻の時に今のロシアと同じようにこの国際社会から制裁を受けるんじゃないかと、その辺を警戒してるわけですね。だからウクライナと台湾は違うんだよというわけです。要するに台湾は中国の内政問題なんだから、台湾を侵攻してもこれ侵略じゃないんだから、国際社会は絶対この中国に制裁加えちゃダメだよと、内政干渉しちゃダメだよということを一生懸命今言ってるわけですね。で、まあ、その騙されちゃいけないということはこの番組の再三にわたっても言ってきてますけども、まあ、言ってることデタラメですよね。デタラメですね、はい、はい、続きますね。日本は台湾問題において中国人民に対する歴史の在籍を負っている以上、さらに言動には慎むべきだと、あれこれ言う資格は全くないんだと、歴史問題を持ち出しましたね。要するにその日本は昔台湾植民地支配し、そこで大勢の台湾人を殺害したんだと、なんか、ね、65万人殺したとか、そういう、ね、根拠のないデマを一生懸命流してた、ね、中国人の数字って面白いですね。まあ、歴史問題やればですね、歴史問題を持ち出せば、それにそうだそうだってこうするその日本の左翼勢力がいるってことを知ってるの、うん、この一つのね、あれなんでしょうけども、まあ、僕はとにかくこれはその問題と、まあ、その歴史問題と台湾問題は関係ありませんということをまず言いたいですね、うん、まあ、もちろんその歴史問題、中国の言ってる、思い描く、まあ、その語る日本の台湾統治ってのもまたこれデタラメだってことも、ね、まあ、それは言わなきゃいけないんだけど、はい、日本が本当に東アジアの平和と安定を望むなら、大国を挑発して対抗することを直ちにやめるべきだと言うんです。大国を挑発するなと言うんです。これ面白いですね、うん、中国に逆らったひどみだぞってい そういう響きがありますね。もうヤクザそのものですよ、はい、それからもう一つ、うん、さっき その沖縄県知事じゃないんですけどもね、要するに中国を刺激するな刺激するなという人たちいますね、うん、あんなね中国を怒らせたら大変だよって、刺激しちゃいけないよ、平和的にやろうよと、平和的に付き合うよという、その親中勢力が日本にいっぱいいます、マスコミも含め。そうですね、はい、その人たちに、
呼びかけに対するそのアピールでもあるんじゃないかと思うんですよね。対抗調和して対抗するとダメだよと中国言ってるじゃないか、だから我々も中国とは仲良くしようと、対抗を殺していけないんだよ、まあ、自分は大国と、ね、位置づけてますよね、うん、日本をバカにしてるんだよね。そうですね、本当にね、はい、でもでもそういったね中国の脅しに飛びついてね、うん、だから中国と仲良くしなきゃいけないっていう人たちが大勢いるんでね、要するにそのこうする中国にこうする勢力がいるということを中国が知った上でのこういった発言ですよね、うん、よく知ってますよね、はい、このようにたかだか岸田さんはウクライナはその東アジアかもしれないという、まあ、遠慮がちに喋ってるんですね。それでも台湾の問題は対話で平和的に解決できればいいなとやんわりで言ってるんですけどね、ここまで閣下するのはなぜかというと、それはやっぱり悪事を働こうと狙ってる国はですね、悪事がバレたと思ってもう慌ててですね、何言ってんだ日本は、台湾は中国のもんだぞって、日本こそ昔はこの悪いことするじゃないかとかですね言うわけですね。そういったこの心理を読み取ることがまず第一ですね。そうですね、非常にヒステリックの反応ですね、はい、うん、これは侵略国家、悪事を働こうとする国ならではの反応であるということを、まずこれは認識したいと思います。でその上で中国がこの大国を調和するなとか何とか言ってもですね、そういった脅しに怯えてはならないということですね、はい、あくまでもこれは要するにこの悪人はですね、そうですね、もうヤクザはその、いや本当のことを言えば向こうは嫌がるんだよね、はい、怒るんですよね。そうですね、はい、うん、まあ今回ですね、その日本は外交で中国の脅威を宣伝するがなんてこの中国が言いますけどね、最近やっぱりこの、まあ、ウクライナ問題についてもそうなんですけどね、うん、日本がどんどん発言するようになった。それに対してですね、中国側は結構この日本変わったなというんで警戒しているようなんですよ、うん、はい、そういう意味ではですね、まあ、日本も少し変わってきたなと。そうですね、まあ、それが中国の脅威が高まって日本も変わらざるを得なくなっちゃったという、そういうことなんだと思いますけどね。そうですね、はい、はい、それでは次なんですけれども、はい、これはですね、今度はですねアメリカの一つの変化なんですね、うん、はい、中国に対する姿勢の変化ちょっと見てみたいと思うんですね。まあその日本もですね、アメリカを見習って姿勢をどんどんね、そうですね、さらに変えてほしいと思うんですね。ぜひ、はい、まあ、真似してほしいと思ってます、うん、そうですね、はい、ですね、このアメリカの国務省がですね、5月の5日にですね、まあ、このホームページに載っていたこの、対台湾関係のファクトシート、これ外交報告書ですね、うん、それを更新しましてですね、まあ、要するにその文言を切り替えたんですよね、うん、そしてですね、まあ、これちょっと英文なんで、まあ、一応イメージとして見ていただきたいんですが、これは古い方ですね、ここでこう変わっていくわけですね。でここにいくつかの変化がありましてね、この変化が今台湾でとても話題なんですね。そうですね、はい、そして中国をものすごく怒らせているという、何かというとですね、まず一つはですね、まあ、今までその台湾との関係、まあ、要するにその非政府間の交流、まあ、穏健な交流だよという表現だったのがですね、うん、今度はですね、インド太平洋におけるまあこの重要なパートナーが台湾だと、まあ、そういった、まあ、積極的に台湾を持ち上げるような、要するに今 その台湾重視、バイデン政権の台湾重視の姿勢が非常ににじみているわけですね。そうですね、はい、そうですね、確かに、それだけでも超怒るんですけど、さらには言うとですね、今まではですね、台湾のアメリカ その台湾に対する政策というのは、まあ、要するに一つの中国政策というものですよね、まあ、要するに中華人民共和国を唯一の中国政権と認めるよという、それは反論ないよね、うん、それは、それは本当ですよね。そうですね、ただし勘違いしていけないのは、台湾は中国の領土は認めてないんですよね。そうですね、はい、うん、ところがですね、まあ、一応この要するにその台湾は中国の領土だという中国の立場をアクノリジする、うん、つまり、認識するって。そうですね、お前言ってることは領土を勝手に言ってください、覚えたよ認識したよと言ったら過ぎないんだけども、うん、中国側は台湾は中国の一部とする中国の立場をアメリカは認めたんだという、そういう印象操作をして、まあ、宣伝しているわけですけどね。だからそういうその誤解されやすそうなこの台湾は中国の一部という中国の立場を認識するという部分を、まあ、今まではそういう中国のアメリカの立場をここに記述していたんですが、これ取っちゃった。
そうですね、はい、確かにあのそのニュアンスとして、うん、弁護士らしくいろいろ捜査してますけども、普通パッと見て、はい、ああ中国の言う通りになっちゃうんですね。そうですね、あのそうアメリカのこのやっぱりこの、ね、台湾に関するこの姿勢の説明するとき、うん、いつもこの曖昧でしょう。曖昧ですね、でもこれなぜ曖昧するかというと中国を怒らせたくないからなんですよね、うん、それありますね。中国の喜ぶような表現なんですよね、それをやめちゃったと。でもう一つ中国が喜ぶような微妙な表現があったんですね。ここにこれはそうなんです、アメリカは、台湾独立を支持しないという表明があったんですね、うん、今までこれアメリカ政府再三渡って中国に対して言いました、これも切っちゃった。これはですね、台湾独立を支持しないというのはですね、これは台湾独立に反対せよと、反対を表明せよと中国が、アメリカにこの迫っていたんですね、そこでこれクリントン政権の時ですね、あの1997年の時ですね、要するにそれに先立って1996年にこのミサイル危機がありましたよね。あの台湾近海に向けて中国がミサイルぶち込んでですね、これで、まあ、アメリカは空母派遣してそれをやめさせたんだけども、だけども中国って本気でこういう侵略やる国なんだって中国がアメリカに認識強めましてね、でもうちょっとこの中国を怒らせるのやめようということで台湾問題に関してこの妥協するんですよね。で中国は台湾独立に反対を表明、台湾独立に反対と言えというもんですから、クリントン政権は、台湾独立を支持しないって言うことを、支持しないっていうのはですね、反対とは違うんです。そうですね、うん、ただ、うん、支持しない、まあ、その応援しませんよ、それからそそのかしませんよという程度の意味なんですね。アメリカも当時からそういうふうに説明してますが、しかし支持しないと言いますとですね、あの世界中の国の人はそれを聞くとですね、あ、アメリカは台湾独立に反対するんだということは、アメリカはやっぱり台湾は中国の領土の一部と認識して認めているんだというふうになりますよね。だから中国はそれだけでも喜ぶ。そうですね、うん、でアメリカはいや、その反対って意味じゃないんだよっていう、うん、まあこの必要な時には説明するけど普段は言わない。それはなぜかというと、うん、まあ誤解されてもいいやと、うん、いうふうに思っていたわけですよ、あのクリントン政権ですね、はい、まあそういった経緯があります。だけどももうこの台湾独立は支持しないっていうのを削っちゃったのはなぜかというとですね、まあ、日本経済新聞が、に報道によりますとですね、この、まあ、これアメリカのある学者の指摘らしいんですけれども、まあ、あの今までこの、まあ、蔡英文政権はこの台湾と中国の現状維持、を現状維持でやってきますよとそういうふうに言ってるから、だから台湾独立、台湾がすることないだろうということで安心して、この台湾独立は支持しないという文言を削ったんだろうという、まあ、そういった指摘をしたということですね。そういうことを報道してましたけども、うんうん、まあ、そういう面も、うん、まあ、考えられるんですけどもね、まあ、それ以上にですね、うん、やっぱり考えられるのはやはりこの台湾独立を支持しないというとですね、やっぱり先ほど言いましたように台湾独立で反対というふうになってしまう。でこれからその台湾有事が実際に起きた場合ですね、この、あれ、アメリカは台湾独立に反対して、要するに台湾は中国の領土と認めていた、それなのにこの中国の内政問題に関与するのかって国際社会は思っちゃうと、うん、一つはその台湾のその民意が独立に向かっているので、それは認識していると思いますね、うん、あ、ごめんなさい、台湾の民意ですね、はい、民意が台湾独立、要するに中国と一部ではないというのははっきりしてますので、はい、あえて台湾独立反対というのを言ったらおかしいですよね、うん、まあ、台湾民意に反対します、うん、そうですね、これは本当にその台湾の民意を踏みにじるのかと、だから反対ということは 言っちゃいけない、だから言わないできた、うんうん、まあ、あのコブッシュ大統領はうっかり口をすばして反対って言ったこともあったようなんですけども、まあ、いずれにしましてもですね、中国が狙っているのはですね、このアメリカは台湾中国の一部と認めて、アメリカでは認めてんだぞと、そういった印象操作を散々繰り返してきたわけなんですね。ですから、そういった、だからこの先ほど言いましたようにですね、実際台湾侵攻が行われる、その時国際社会は中国を制裁しようとする、その時にいや待て待て、中国にもあの道理があるんだよと、やっぱりあのこれ内政問題なんだから国際社会は干渉していけないよと、そういったストップをかける勢力が必ず出るんですね。そうした勢力を広げるために、この台湾中国の一部であるアメリカは、あのアメリカもそれを認めてるはずだという宣伝を中国はずっと強化してきてる。そうですね、はい、で特に最近その
その、台湾とアメリカの関係がどんどん深まっています、うん、だからこそですね、この中国が一生懸命そういう宣伝をするわけなんです。これちょっと見てほしいんですね、これはですね、アメリカの国会議員がですね、超党派の議員が4月に台湾を訪問しましてですね、うん、でその台湾とアメリカの関係の強化を訴えた。その時もこのすごく怒りましてね、これ中国の国防部の報道官の言った言葉なんですね、アメリカの国会議員は中国の強烈な反対をも顧みず挑発を企んだと、うん、そして、台湾に、台湾訪問ということで入り込んだんだと、中国台湾に入り込んだんだと。でアメリカのこの動きは一つの中国原則と三つの米中共同コミュニケの規定の厳重な違反だというわけですね。これどういうことかというと、まあ、三つの米中共同コミュニケというのがあるんですね。その共同コミュニケ、まあ、一つは上海コミュニケ、それからその、米中の国交樹立に関するコミュニケ、それから、アメリカ その台湾への武器売却に関するコミュニケという3つあるんですけどね、まあ、そこでは一つの中国原則をアメリカを守るというふうに約束したんだと、そういう宣伝をしてんです。でそういった、そういったコミュニケの規定にアメリカが違反してるじゃないかっていうんですよね、ところがですね、これは今度は中国外交部ですね。これは人民日報日本語版の日本語訳をちょっと使いますけどね、これはブリンケンさんがやっぱりこの先日ですね、やっぱり4月にですね、このアメリカのこの潜在的脅威ですね、アメリカのその潜在的な侵略、にこの対処するぞという、そういった表明しました。侵略と言っただけで怒っちゃうんですね。侵略じゃないよ、台湾は中国の一部なんだから侵略とは言わないよと、そういうことを言いたいわけです。でこの時に言ったのが、こっちの見た方が良かったんですね、この3つのコミュニケ。1979年の中米国交樹立以来、現政権を含め歴代米政権はいずれも一つの中国政策の遂行を明確に表明してきた。外交関係樹立に関する共同コミュニケと 8.17 コミュニケ、これが 8.17 のコミュニケというのが、その先ほど言いました対台湾、米国の対台湾武器売却に関するコミュニケですね。そこではアメリカ合衆国は中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認し、ここまでいいんですよ、中国はただ一つであり、台湾地区は中国の一部であるとの中国の立場を認めると明確に指摘したんだと言うんですね。立場を認める承認すると言うんですけどね、これおかしいんですよ。先ほど言いましたように、そうですね、アメリカがそう表明したのはですね、台湾は中国の一部であるとの中国の立場を認識するなんです。認識する、アクノレジなんです。レコンダイズじゃない。でも中国は、レコンダイズ、承認したという印象操作を世界に向けて行うために、こういう表現を使うんですね。あくまでの立場を認識する、あ、分かりました、そういうものですね、理解しましたよとアメリカは言ってに過ぎないんだけども、もう本当に認めたよ、台湾中国の一部と我々は認めたよと受け取れちゃいますね。こういう印象操作を中国はやるわけです、はい。それからもう一回この国防部報道官のあれですね、アメリカの国会議員の台湾訪問に行かれ狂ったこの、報道官の言葉、もう一つ見ますよ。アメリカは台湾独立を支持しないと約束しながら、台湾独立分離主義勢力に対し、これは台湾の民進党政権のことですけど、厳重に誤ったシグナルを送った、つまり蔡英文政権を励ましているということなんです。アメリカは台湾独立を支持しないと約束しながら、約束したというか、なんというか、まあ要するにそのアメリカは、まあ中国にリップサービスとして台湾独立を支持しませんと言った、それは約束だと言うんですね。その約束を破るのかと、台湾は中国の一部と認めたのにその約束を破るのかと一生懸命その印象操作を行っているわけなんです。以上のように台湾は中国の一部であるとアメリカ政府は、認めたという印象操作を今中国が行っている。台湾独立を支持しない、反対するんだという、アメリカは反対してるんだというそういう印象操作を中国が行っている。そういうプロパガンダを盛んに展開している。そこでそれをやめさせるために、まさにこの、これをこういったですね、文言の改変をしたんじゃないかと、まあ、そう見ていいんじゃないかと思うんですよ。まさにね、この今まで中
台湾が、あ、ごめんなさい、アメリカがその中国の立場を承認す、あ、認めるとか言いました、台湾独立は支持しませんと言いました、こういうことを、こういう曖昧なことを強調しちゃったから中国にその変なプロパガンダをのチャンスを与えてきたわけですよね。中国で非常に、うん、まあ、嘘をつくのがうまいですね。はい、ね、そうだからね、その中国に気がしてリップサービスでですね、ちょっと中国に有利なことを言うとですね、それを利用するのが中国のプロパガンダの手口ですからね。それを防ぐためにあの態度、その姿勢の、ね、変、うん、転換を中国が今見せてんじゃないかと思うわけですね。これすごい重要なことなんです。そうなりますとですね、ちょっとこれ見てほしいんです。実は台湾独立を、支持しませんというのは実は日本政府も言ってるんです。うん、先ほど言いましたアメリカ政府はですね、1996年からそういう誤解を招くような、要するにあたかも台湾独立に反対すると取られかねないような表現をしてますね。うん、支持しないと、これ1997年外務省のホームページから取ったんですけどね、こういう文章があるんです。まあ、これ1997年9月4日李鵬総理と橋本総理との間で日中首脳会談が、まあ、行われたと。その時橋本総理はこう言ったんだと。台湾に関しては日中共同声明の立場にいささかの変わりもなく、いわゆる2つの中国や台湾独立を支持することは今後もありえないことと言ったそうです。まあ、この2つの中国というのは中華人民共和国と中華民国の両方を認めるということはしませんということ。まあ、これはそれはいいとしてですね、その後台湾独立を支持することは今後もありえないと。これは、ね、日本政府はあたかも台湾は中国の一部であるから台湾独立に私たちも反対しますよと、そういうふうにしか一般の人は聞こえないわけですよね。そうですね。こういう説明してきたわけです。でこういうふうに説明する背景にはこういうことがあるんです。ちょっとこの青い部分を見てほしいんですけどね、中国政府が台湾問題は中国人同士の問題として平和解決を目指していると信じており、現在の情勢認識として台湾地域をめぐる武力紛争が現実に発生すると考えていないと、日本政府は、この考えていないと。まあ、当時の情勢認識はそういうものだったそうです。そうですね。でも今違いますよね。台湾地域をめぐる武力紛争は現実に発生すると考えてないじゃなくて、発生することが警戒、発生するんじゃないかと今非常に日本政府は警戒してるんです。だからもうかつてのようにですね、もう中国にリップサービスしていれば平和が保たれるんだと考える、まあ当時は考えていた、そういった考え方はもう捨てるべき時なんです。ですから台湾は台湾独立を支持しないのとか、そういう言葉はこれ取り、アメリカと同じように日本も取り下げるべきですね。そうですね、言わなくていいですね。言わなくていいです、はい、しないかね。こういうことを言い続けるとですね、うん、日本人国民も台湾は中国の一部なんだと、日本政府も認めてるんだと、だから台湾侵攻を中国がやってもそれは中国の内政問題で当然の権利なんだという、うん、そういった、反米派、反、この親中国派に、まあ、そういう効率を与えてしまうわけですよね。この僕は外務省に対してですね、この台湾独立を支持する、支持しないという表現やめろと昔何度もね、十何年前僕やっぱりこう抗議したことあるんですよ。まあ、その時もいろんな理由をつけてですね、このそれでいいんだっていう、そうするのは当然だっていう感じでしたよ、外務省の当時の態度は。でももう今はですね、そんなこと言ってられないんじゃないかなと、ということでですね、まあ要するにこの、まあ、アメリカどんどんこう対台湾政策変えつつある、姿勢を変えつつある、日本もですね、まあ、負けずにですね、先ほど岸田首相がですね、このやっぱり中国を怒らせるぐらいの、まあ、今までないような、うん、この台湾情勢に対する関心を、この強い関心を示すようになりました。どん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 ですね、アメリカとともにですね、アメリカに負けずにですね、そうですね、日本はもっと台湾のことを理解しているはずですよね。そうですね、うん、それからその台湾を取られたら、まあ、アメリカはまだ安泰としても日本はこれも近づきかかる問題なんで ね、逆にアメリカ以上に積極的に、台湾地方じゃないと言ってもいいと思いますよね。そうですね、はい、そうですね、はい、なんか一言最後、やはりそのウクライナのことで日本はだいぶその中国その台湾の関係を、まあ、なんか一層理解できていると思いますよね。あ、なるほど、うん、はい、で中国はもうロシアと同じ、あまり話は分からない人間ですよね。分からない、話で平和できるものだったら、うん、ウクライナの侵略は来なかったんですよ。そうですよね、うん、で中国もそれは分かってるし、はい、中国は話はできたらもうこういうことはしないですね、うん、そうですね、そのね、国務官を、台湾を威嚇したり、うんうん、
そうですね、うん、まあ、要するに独裁国家は価値観が違うんだから、そうですね、そう、あの、うん、同じね感覚で、うん、リップサービスやってその理解してもらえないってことはありえないってことを、うん、もういい加減にウクライナ情勢を見てですね、そうですね、我々も学ばなきゃいけない、沖縄の県知事もね、うん、そうですね、学ばなきゃいけないと思いますよね。ウクライナのように侵略してから反抗するなんて、もう侵略させないということが大事ですね、うん、そうですね、うん、はい、どうもありがとうございます。今日は時間となりました。これで失礼します。どうもありがとうございました。